北国新聞ニュースをお伝えします。新型コロナの感染拡大による運転士不足のため、 JR 七尾線で今日から今月末までの予定で減便ダイヤの運行が始まりました。 JR 西日本金沢支社によりますと、運休するのは普通列車が金沢発7本、七尾高松発が8本で、特急列車は午後8時10分金沢発の能登かがり火9号と、午前7時和倉温泉発の能登かがり火2号です。1日あたりの運行本数はおよそ7割に減便されます。金沢和倉温泉間を運行する観光列車花嫁のれんも4本すべてが運休します。乗車券は手数料なしで払い戻すほか、運休した普通列車を普段利用する人などは JR が指定した特急に特急券なしで乗れます。平日運行の普通4本は期間中土日祝日も運行します。減便運行が始まった今日は事前に告知していたため目立った混乱はありませんでしたが、通勤時間帯の列車が減ったことで一部列車は利用客が集中して混み合いました。七尾鉄道部運転課では16日にクラスターが確認され、昨日時点で運転士13人など合わせて17人の感染が分かっています。社員の感染が原因で列車が運休したのは JR 西日本管内で初めてで、県によりますと喫煙所で感染が広がった可能性があります。県立学校長会議が今日開かれ、県の徳田博史教育長は来月から始まる2学期に向け学校での感染対策を再度徹底するように求めました。会議は新型コロナの感染拡大を受け県庁で臨時に開かれ、公立の中学・高校合わせて55校の学校長が出席しました。この中で徳田教育長が、今月はおとといの時点で小・中・高校89校の168人に感染が確認され、4月の24人や5月の67人と比べ急増しているとした上で、感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進んでいる、2学期は1学期と全く異なる状況になるだろうと話して危機感をにじませました。その上でそれぞれの校長に対し、飲食や部活動、寮生活の場面での感染対策に改めて取り組み、保護者間との連絡体制を強化するよう呼びかけました。生徒に対してはカラオケなど混雑する場所に行かないことや他県との往来自粛などを指導することを求めました。もうすぐ2学期、子どもたちの感染気がかりですね。そうですね、若い層へのですね、感染拡大が続く中で、夏休み明けの学校現場というのが、大変気がかりですね。学校でクラスターが発生しますと、勉強だけでなくて、友達との交流も滞りますね。感染防止には学校を取り巻く家庭と社会の責任も極めて大きいと思いますね。ではニュース解説です。来月4日から珠洲市全域で開催される奥能登国際芸術祭2020プラスに合わせて、小型無人機ドローンを使って飲み物や食べ物を配達する試験飛行が行われます。芸術祭の来場者にとっても魅力的なデモンストレーションになりますから、野口さん、先端アートに触れながら新しい形の物品購入を体験できる機会にしたいですね。そうですね、このドローンといえばですね、東京オリンピックの開会式で、発光ダイオードを搭載した1824台のドローンがですね、会場の上空に飛んできて、コンピューター制御で巨大な地球や大会のエンブレムなどを描くパフォーマンスを披露して、大いに盛り上がりましたですけどね、改めてこう多様な可能性というのをアピールしました。ドローンのこの活用は、人がなかなか踏み込めない、農林業や災害現場で進んでますけれども、
アクセス網が不十分な過疎地を多く抱える北陸ではこの配達活動ですね、これについても大きな役割が期待されていますね。全国各地では収穫したこのみかんを山麓の集荷場に送ったり、離島にこの薬を届ける実験なんかも行われているようですね。県内でもドローンを活用して中山間地などに必需品を配送する試験も実施されているそうですね。はい、加賀市ではですね、この春、全国で初めて 3D 地図を利用して、自宅や道路など、有人エリア上空を飛行する、実証実験を行って、こう医薬品の配送に活用する方策を探りました。この 3D 地図と AI を使った管制プラットフォームを活用すれば、人がこの目視して操縦しなくても、安全な航路を自動的にこう判断してですね、飛行できるようになるそうで、道路事情や自然環境面のマイナス条件を克服する、こういわばその空の産業革命につながるんじゃないかと期待されているんですね。ガラッと変わりそうですね。そうですね。奥の洞芸術祭のようなこの広いエリアで行われるイベントでもいろんな活用方法がありそうですね。そうですね。奥の洞芸術祭に合わせて予定されている試験飛行は、ドローンのこの映像撮影を手掛ける珠洲市内の企業がですね、木の浦という、ご覧のようなですね、海と山が織りなす絶景が広がる一帯で、実施するんですけれども、木の浦のその施設と付近の浜辺を結んで、飲み物や軽食を配達する、この一帯は芸術祭でも作品が展示される予定になっていて、多数の観覧者の来場も想定されるということですね。日本海に面した高台に立地する木の浦ビレッジから約30メートル下の浜辺の公園までは歩きますとですね、大体10分ほどかかるんですけれども、ドローンならば数十秒で届けることができるということで、空中配送のその利便性がこの実感できそうですよね。すごいですね。アートの祭典で未来型の生活スタイルが体験できるっていうことも大いにアピールしたいですね。そうですね。ダイナミックな自然を生かしながら、この先端アートを楽しめる環境づくりにこのドローンを活用すること、それ自体が刺激的なアートとも言えると思いますね。過疎地だからこそ価値がある取り組みだと思います。成果をこう実証しながら次へのステップを探っていきたいですよね。ニュースを続けます。東京オリンピックに出場したトランポリンの岸大輝選手とライフル射撃の平田詩織選手が昨日それぞれ北国新聞社を訪れ、3年後のパリオリンピックに向けて飛躍を誓いました。小松市出身で金沢学院大学 OB の岸大輝選手は東京オリンピックのトランポリン男子で7位に入賞しました。日本選手団公式のブレザー姿で北国新聞社を訪れた岸選手は、貫井新社長からねぎらいの言葉を受け、競技歴23年のすべてを1分の演技に込めようと挑みましたが、悔しさを残るオリンピックになったと振り返りました。3年後のパリオリンピックに向けては、若手が育って厳しい選考レースとなるが、東京の経験を生かして勝ち抜き、メダルを持ち帰りますと決意を新たにしていました。一方、能美市出身で伏見高校 OG の平田詩織選手はエアライフルの個人混合団体と3姿勢に出場しました。平田選手は結果が出なかったことも含め全てが楽しかったと貫井社長に話し、笑顔で大舞台を振り返りました。得意の3姿勢で決勝進出の上位8人まであと一歩だった平田選手は、お世話になった地元の方に感謝の気持ちでいっぱい、東京の経験を人生に生かし力をつけていきたいと意気込みを語りました。本当に頑張りましたよね。本当に2人ともメダルには届かなかったんですけれども、3年後に十分期待できる手応えをつかんだんじゃないかと思いますね。はい、平田選手のようにこの悲壮感に陥らず楽しむという姿勢が出ていると、次につながるモチベーションになるんじゃないかと思いますね。津幡町は新たな工業団地を町内の東新井地区に造成する方針を固めました。
工業団地ができる予定地は水田が広がる中山間地域で、総面積はおよそ4万8000平方メートルになる見込みです。予定地の隣には大坪工業団地があり、県道を挟んだ向かい側には旭山工業団地が立地しています。交通の便もよく、国道8号線までは車で10分ほどで、金沢や能登地区、富山にもアクセスしやすくなっています。津幡町は先月下旬に地権者に工業団地の造成を説明し、すべての地権者から昨日までに内諾が得られたということです。町は今年度から造成工事の着工に向けた準備を進め、2025年度に完成させて6区画程度の分譲を目指します。子どもたちに地元の魅力を知ってほしいと、金沢市の浅野川公民館がカルタの制作を始めました。この浅野川効果カルタは、コロナの影響で住民同士の交流が難しくなったことから、浅野川公民館が家でも地域の歴史や魅力を学べる機会を作ろうと企画しました。制作したカルタは秋の文化祭のジャンボカルタ大会で披露される予定で、公民館は地域の特徴を表現した読み札を住民などから募集しています。すでに寄せられた読み札には、北陸鉄道浅野川線の三ツ谷駅で金沢駅行きと内灘駅行きの電車が並んで止まっている様子を表現した三ツ谷駅唯一見られる通車両といったものがあります。関係者はカルタを通じて地域の歴史と文化に触れてほしいと話しているということです。